バーチャル YouTuber。 薄いって言います。バーチャルeゲーマーやってます。薄。今日もね、皆さん。見つけてきましたよ。皆さんがあっと驚く、カプセルトヨ、リアル盆栽。300円、全6種。これはね、盆栽です。盆栽のフィギュア。特徴は、なんといっても、この葉っぱの部分、ブラシのようになっており、なんと、ハサミで切って、自分で剪定することができます。葉っぱは、こう、シート的なものがくっつけてあり、ここを切って、面積を調節してもよし。葉っぱ自体を切り整え、形を調節してもよしという、仕組みですね。チョキチョキ。チョキ。チョ。よし。自分で何かを、組み立てたり、一手間加えて完成させるという工程は、少なからずその対象に、愛着を育む、そういう作業で、あるわけなんですが、この商品の場合は、そういう達成感とか愛着とかが、湧くわかないの、ちょうど瀬戸際のライン。非常に絶妙なライン。それと、盆栽のバリエーションは、6種類あるんですが、形としては2種類で、鉢と葉の色で各3種という、塩梅です。盆栽好きなら、かなり上がれることでしょう。多分。とまあ、そういった商品なのですが、実際、自分で剪定したものを、ちょっと飾ってみたりすると、なんだかちょっと、悪くない雰囲気ではあります。うん。バイバイ。